こんにちは、東京不動産大学稲垣義久です。今回の動画はですね、またノラエモンさんの、記事を参考にですね、お話しさせていただければと思います。先日ですね、公開されていた記事ですね、年収1000万の方が、7000万のマンションを購入するにあたって、それは現実的に可能なのかっていうですね、シミュレーションをされていたので、そちら解説できればと思います。でまずですね、住宅ローンの観点で言いますと、世帯年収1000万の方が7000万円の物件を買うというところで、住宅ローンを借りること自体は無理がない行為ではあります。ただ、ご家庭ごとにですね、何にお金を使うかっていうことは、異なりますので、住宅に対してかなりお金を使いたいという方であれば、7000万円のものを買われたらいいですし、もっとですね、他のことに趣味にお金を使ったりとか、お車があったりとかっていうことであれば、また、資金の、使途は変わってくるんじゃないかなと思います。でまず、7000万円を、買うというシミュレーションでお話ししていきます。お子様をですね、1人22歳まで育てるというのに、一般的には3000万円かかるっていうふうに言われているんですね。で、それを加味した上で、お話をさせていただければと思います。まず、世帯年収が1000万円で、ご主人が700万円の、奥様が300万円ですと、そういう想定で、お話します。収入ですね、毎月の手取りになります。ご主人が43万円の、奥様が20万円になります。で、合計63万円ですね。でこの中から月々の支出を計算していきます。まず住宅ローンですね、35年の固定 1.4% のシミュレーションで計算しております。これが21万円住宅ローンで、支払いが出ます。で続いて食費が10万円、光熱費が1万3000円、通信費が1万円ですね、それから保険、これが1万3000円で、その他で1万4000円のシミュレーションとなります。合計すると36万円です。差額ですね、貯蓄に回せる金額が27万円となります。でこの27万円を、お子様22歳までっていうところの3000万円を引いたとしてもですね、4128万円程度は、貯蓄に回していくことができます。なので、月々の支払いがこのような形であれば、7000万円のマンションをご購入されても、無理なく老後の資金も、貯蓄をすることができるというシミュレーションになります。ご参考にしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。